はい、なんだろう、これはなんかいろいろ用意してますね。これ何でしょうかね。なんか足らないの。足らないの。ラブレター。いや、はい、はい、あれあれ誰ですか。僕です。1時間これすんの、はい、レオです。レオ君のお兄さんですか。今日はちょっとレオ君のお兄さん、文豪語についてと話と今日なんかインチョンからあの、はい、レオ君のお兄さんが来てくれたということで。いやいやいや。名前は、名前はリオですリオの、リオのカーニバルさん。じゃあイジガ、リオのイジガンプレス始まります。よろしくお願いします。じゃあ今日は、はい、文豪語話します。はい、文房具ね、いろいろあるんですね。なんか勉強するときありますね。なんか、まあ、いろいろあるんですけど、僕はね、一応教室なんでね、ここはね、いろいろ使いますんでね。勉強するときはね、いろいろ必要だからね、はい、その時じゃあ、それで、はい、じゃあ今日は一応、まあ簡単な鉛筆。鉛筆。鉛筆なんですか。はい、鉛筆。鉛筆。わかんないですよ。鉛筆は四ピル。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 四ピルだし、四ピル。四ピル。書きますか。めんどくさいね。まあ書かなくていいか。多いから、ね。多いから。いやいや書きましょう、やっぱり。書きましょう。ハングルは知りたい。はい。はい、でも読めないじゃん。いやいやいや、生徒さんがね。生徒さんね。まあまだ優秀な。ね。さやかさんとかね。この生徒さんね、読めますからね、もう。本当にもうね。さやかさん、本当に 今何ヶ月ですか。え、さやかさん、初めて。さやかさん、はい、さやかさん、あ、そっか、さやかさんは4ヶ月でもう今、もう僕と読めるんでしょ。読めるなら教材作ってます。教材を作ってる。そう、韓国語の韓国の教材、4ヶ月で教材作ってます、今。すごい、すごいですね。なりますよ、僕もびっくりしました、本当に。確かにね、そう、ガンガン書いてるでしょ、ハングル。ガンガン書いてますよ、もう僕はただ言っただけでハングル書いてます。すごい、ね、なりますよ、本当に。すごいもんですね。ちょっと自分も頑張ったことはあるんですけど、僕だけは教えたことないんですけどね。ね、そういうね、毎日やってとかね、いろいろね、日本語やって。で、あとは鉛筆は四ピル。四ピ。四ピですね。四ピル。四ピル。はい。鉛筆。さあ、色鉛筆が隣にあるんですね。色鉛筆は色は赤だよ、赤。赤。だからこっちに。大丈夫ですよ、はい、お兄さん、時間の リオ君、こっちにリオです。お兄さんのリオ君、セ色なの、色セ4ピ。そう、なんか俳優の名前みたいな。セ4ピです。全然違う。そんなんないから。セ4ピです。セニャンピな、セニャンピ色なんです。だからあと、なんかね、4ピ、色っぽい、色っぽい、線っぽい、セ、なんかセ、セッキ、石器がなんか色っぽいな。石器、石器の、うん、あ、石器、石器は石器。でも今違うこと、あ、色は色なんですよ。それ石器の石、今度も色も話してた。確かに色もやってない。まあ、いろいろ本当にボケボリだったらもうガンガンボキャブラリーね、もうやることいっぱいあるんですね。そう、さ、この間はね、体と体は終わったもんかですね。終わったね、食べ物、あ、飲み物か、飲み物とやって、あとはまだあの洋服とかもやってないしね。そう、いろいろやることですね。俺はもうやってないですね。そう、メガネとかね、はい、ね、あのレオ君のお兄さん、リオ君、リオです。じゃあ、あとはじゃあ、なんだっけ、そう、ボール、そのボールペンですよ。ペンです、ペン。はい。ペンは、これがね、あ、違うんすか、ペンじゃないの。ボールだか、ボール、その中にボール入ってるね。はい、ボール、ポイントペンって言います、ね、そう、ボールペンです、ボールペン。あ、それは一緒。はい。ボールペン。ボール。ボール。ペン。ペン。で、あとは、そう、シャープペンシル。はいはい。シャープペン。シャープペンシル。シャープなんですよ。あ、シャープだけ。だから、シャープだけ、ね。へぇー、めんどくさいからね。シャープ、シャープ、シャープ、なんか日本の会社のシャープ、会社のそのままね。シャープから本当にシャープらしいですよね、もともとね、はい、それでシャープが作った。あとはじゃあ何があるか、じゃああとこれ、定規。定規、定規はジャルギ。定規じゃない。じゃあさ、どうじゃない。だんだんなんか言うことは、いやいやいや、定規は、はい、茶です。茶、茶、じゃ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 、それ知ってるかな。茶とそのまま茶って言うと寝て寝ろって感じですよ。茶、茶、早く早く茶、軍隊っぽい、そう、早く茶、じゃ、寝てください。普通に言うと茶、茶です。茶、茶、茶、定規、茶、定規、茶、茶。一応もうこれでも結構ね。そうですね、そう、そうですね、そろそろね、一応ね、今日はちょっとまた僕ら副長がね、ヤンピル、鉛筆、ヤンピ、ここになんか色が入ったら千ヤンピ、千ヤンピ。あとはこれはボールペン、ボールペン。あとはシャープ、シャープ、シャープ、シャープ。あとはチャ、チョーキ、チョーキはチャ、チャ、チャ、チャでした。じゃあレオ君また。
またじゃあすごい行きますね。最近2人で親父ゲームが増えてきましたけど、すごい来ますね。レオ君が誕生日が過ぎて大丈夫ですか？もういいよ。じゃあまた。じゃあまた。はい、おしゃべりだ。